空豆は豆科の一年草または越年草。別名、野良豆、夏豆、天豆、四月豆、小屋豆。日本の農業百科事典のイラスト地中海、西南アジアが原産地と推測される。また、大粒種はアルジェリア周辺、小粒種はカスピ海南岸が原産地であるとするに言説もある。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土している。 インゲン豆が普及する以前は、ソラ豆は古代、エジプトやギリシア、ローマにおいて食されていた。紀元前3000年以降中国に伝播、日本へは8世紀頃渡来したと言われている。インド像、母提仙ナが土日し、行記に送ったのが始まりとも言う。古くから世界各地で栽培され、食用にされている。現在は南米、北米、ウガンダ、 スーダンなどで栽培されているほか、中華人民共和国家北昇カルガン口で最高級品が栽培されている。高さ50センチメートルほど、秋に発掘する。夏季は3、4月で直径3センチメートルほどで、薄い紫の花びらに黒色の反紋のある白い花を咲かせる。収穫は5月頃から。上を向いていた鞘がふっくらして、重みで水平よりもやや下を向き。 筋が黒か主に変色してきたら収穫適期である。長さ1三3センチメートルほどの鞘には3、4個の種が含まれている。和名の由来は、銅貨が空に向かってつくため、空豆、または貝湖を飼う初夏に食べ、鞘の形が貝湖に似ていることから、空豆という字が当てられた。先どころでは、空豆と表示している場合も多い。人の腎臓は、 そら豆の種子のような形をしていると言われている。塩茹でするか、さやごと焼いて、中の豆をそのまま食べる。豆類の食物としては最も大きな部類なので、食べ応えがある。揚げて塩を振ったものは、怒り豆と呼ばれる。また、煮物や炒め物、スープなどに広く用いられ、アジアでは、豆板醤の原料として利用される。ひよこ豆とともに、中東のファラフェルの材料になる。 エジプトでは、空豆が国民的な朝食であり、煮込んだ空豆をオリーブオイルとレモン果汁で焼いたフールメダンメスがある。ただし人体において、酸化還元酵素のグルコースマイナス酸デヒドロゲナーゼに欠陥があると、空豆を食べて、溶血性貧血を起こし死に至ることがあり、これを空豆中毒という。かつてイスラエルの建国当時、 国外からの移民にこの空豆中毒が多発し、死に至ることもあったため、イスラエルでは空豆の入ったファラフェルは作られなくなった。大豆アレルギーを回避するための代用食品の原料にも用いられる。花弁の黒点が死を連想させたため、古代ギリシャ人は空豆を葬儀に用い、不吉として嫌われることもあった。古代ギリシアの数学者、哲学者で、 ピタゴラスの定理などで有名なピタゴラスは、空豆の中空の茎が冥界と地上を結んでおり、豆には死者の魂が入っているかもしれないと考えた。現代にリシアでは、ホバは空豆でなくエンドウ豆を意味する。古代ローマ人も空豆を葬儀に用いたが、食べることは厭わず、葬儀の際の食事に供することもした。イタリアでは、現在に至るまで甘い空豆や、 死者の空豆という、細かく刻んだアーモンド、卵白、砂糖で作った空豆型の菓子を死者の日に作って食べる習慣がある。ありがとうございます。